さあ始まりました。介護に関するためになる買いための情報をお送りするケア教チャンネルのお時間です。前回に引き続き、はい、今回のテーマは介護福祉士試験最高の参考書はということでございます。前回はテキスト編ご紹介しましたけど、はい、今回は過去問編ということで、こちら、はい、5冊そうですね、用意しました。過去問もたくさんありますとね、はい、じゃあ早速こちらを、そうですね、どれが一番勉強しやすいのか、はい、はい、見ていきましょう。見ていきましょう。はい、こちら中央法規さんの過去問解説2020という過去問です、はい、開くと、うん、まあ、こんな感じになってまして、うんうん、まあ、色味としては結構、まあ、シンプルな色味で、うん、参考書って感じしますね。特徴としては、はい、上に問題があって、うん、上半分に問題があって、うん、下半分に解説がある、はい、いう感じですね。で、収録している問題でいうと第29回から31回の、うん、まあ、試験の問題が3年分3年分ですね、はい、全部入ってるという感じです、うんうん、結構問題に対してのこの解説が大きいんですね。解説量が多い。そうですね、結構みっちり解説、うん、丁寧に、はい、していただいてるかなという感じですね。赤で隠すと、はい、いうのがあるので解説を隠しながら、うん、まあ、問題を解いてみると、はい、いう感じでできるかなと。いいですね、はい、うん、いうところです。これこういうのって過去問、まあ、何回かやるともう割とその年の試験は大体網羅できるもんなんですかね。完全には網羅はできないと思うんですけど、はい、まあ、あらかたカバーできるかなという感じですね。過去問のみ勉強しまくるっていう勉強方法もあるんですか。はい、まあ、そちらの方が比較的効率的かなと。あ、はい、まあ、そうか、多分あの、はい、テキストずっと読んでても、まあ、よくあるのは仕事帰りで、うん、やっぱ疲れた後に勉強すると、まあ、ちょっと寝ちゃうような、うん、はい、いうところなんで、うんうんうん、まあ、問題を解きながらやるというのが比較的やりやすい勉強法かなというところですね、はい、こちら気になるお値段は、はい、3,000円。3,000円、なるほど、はい、となっております。うん、はい、まあね、3年分ありますからね。そうですね、うん、1年1,000円と、1年1000円と考えると、うん、安いものではないでしょうか、はいはい、じゃあ続いていきますか、はい、お次がタック出版さんの介護福祉士の過去問題集という形です。でこちらあのサイズが一回り小さくなってるというのが特徴的かなと。過去問は基本的にこう大きいですもんね。そうですね、うん、持ち運びやすしやすいですね。そうですね、はい、中身こんな感じになってまして、はい、まあ、色味はこちらもまた比較的シンプル、うん、ちょっと似たような感じですね。そうですね、うん、色味かなというところと、うん、ポイントとしては左側に問題があって、はい、右側に解説があると、うんうん、いうところが、2ページ使ってるんですね。そうですね、1問ごとに、はい、はい、1問ごとに使っている、うん、その左下のそのメーターみたいなのなんですか。あ、本当だ、うん、クリアクリアクリアって書いてある。なんですか、クリアクリアクリアってこれ進捗度をね、手前の方だと全然進んでない。全然進んでない。なるほどね、はい、最後の方行くと、はい、すごいクリア量すごいクリア量そうなんだ、はい、じゃあこれもちょっと楽しみつつ、あ、ね、こんだけ頑張ったんだなっていうのがね、はい、自分で分かるようになってるんですね。うさぎと共に成長していくという感じかなと、はい、遊び心。そうですね、はい、で気になるお値段はこちら2,400円。結構安い。そうですね、お手頃ですね、はい、うん、あとポイントとしては、はい、こちらはテーマ別になってまして、で過去の問題6年分の中から重要な問題を抜粋して、はい、でテーマ別に並び替えて問題を解いていくという感じになるので、うん、これどういう基準で重要なやつって選んでるんですか。おそらくよく出る、はい、あ、なるほど、はい、基礎知識として大事だぞというものをピックアップしてるのかなというところですね、うん、おそらくこの年のやつも出るだろうっていう問題が、ね、はいはい、重点的に揃ってるということでございます。はい、はいはい、じゃあ続いていきますか、はい、こちらが所有者さんの介護福祉士完全合格過去&模擬問題集という、うん、ですね、はい、はい、こちら模擬問題数もセットについていると、うん、はい、じゃあ問題数が多いんですかね。バリバリ解ける、うん、660問と、うんうん、また大和田さんの一番好きなこのペンギンがね、名乗らないペンギンが、はい、全然勉強しないのこのペンギンはすごい運任せなのよでも最後は僕あの喜んでます
あ、合格したんだ。合格してると天才じゃん。あんだけ無駄な時間過ごしてたのに。そうですね、はいはい、でこちらサイズが、はい、大きめサイズというところと、うん、中身はこんな感じですね、うん、はい、こちらも左に問題があって、はい、右にその解説と回答があるという感じになってます、うんうん、問題が3つあって、はい、その分解説があると、うん、そうですね、はいはい、で特徴としては、はい、8年分の問題から問題を厳選してピックアップをしていると、うん、加えて順番がテーマごとの順番に変わっているというのが特徴的な問題だと、うん、8年分ってありますけど、はい、こう8年前と今の問題って結構大きく変わってたりするんですか？基本的にはほぼほぼ一緒、うん、ほぼほぼ一緒なんですね、はい、うん、ですね。でただ一部なんか法改正とか制度改正があったりするので、うん、まあ、そういうところがアップデートがあるところかなというところです。じゃあベースは変わらない、はいはい、あとあれですね、はい、こちら品質度が星マークで、はい、ついてまして、まあ、よく出る問題は、分かりやすい、星マーク3つつくよとか、うんうん、2つだよとか、やっぱり問題量も多い分なんかたくさん解けそうですよね。そうですね、うん、はい、こういうなんか品質も分かるので、うんうんうん、なんか自分の苦手な分野をこう集中的に勉強するとかもできそう、うん、っていうところも、はい、うん、でこちらお値段は、2680円、うん、ちょっと刻んできたと。確かに初めて10円台が出てきました ね、 そうですね、ここにして、はいはいはい、いう感じの商品になっております、うん、はいはい、では続いて、はい、キャンの、過去3年問題集、うん、じゃこっちはもう問題集過去3年分が載ってるんですかね、うん、はい、ちらっと見て、うん、これも上が問題で下に解説のレイアウトみたいなんですけど、うん、はい、結構こっちあれですね、ここの問題がちょっと本番っぽいような印象があります、そうですね、本番そのもの、うん、ですよね、のものを、うん、こういう感じで出されますよ、そうですね、うん、へえ、ちょっとあの臨場感を味わえそうな感じですかね。それは大事かもしれないですね。あとここにちゃんとこうチェックチェックチェックってついてるので、何ですかそれ、多分これ1回目も解いて次また解いてて、こう繰り返し繰り返し、ね、あの解いて、はいはい、また勉強してを繰り返せるようなものになってるのかなと思います。ちゃんと赤シートもついてますね、はい、うん、見えますかね、見えます、ありがたいですね、赤シート、結構私があの学生の時に勉強してたのもこういったタイプで、本当にあの実践の問題が載って下に解説がついて、ただそれを本当に繰り返し繰り返し勉強したので、なんか思い出します、学生時代を。あ、そうですか、うん、この赤シートも使ってました。赤シートも使ってました。使ってたんだ。使ってました。そう、懐かしいですね、これね、本当にもう問題を過去も繰り返し繰り返し解く派だったので、ちょっとおすすめ。それで合格したわけですもんね、大和田さんはね。ギリ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 、本当に本当にギリギリだったんですか。あ、そうなんだ。まあでも合格は合格ですからね、はい、もう何点以上取ればいいってことだと思うので、うんうん、ね、ギリギリでも滑り込んだら勝ち、はい、力強いですね、はい、はい、ありがとうございます。値段が、値段は2800円、はい、はい、いいじゃないですか、2800円、3000円切りましたからね、はい、お願いします。では、はい、僕が紹介するのはこちらでございます。介護福祉士重要過去問完全マスター問題集ということで、皆さんお気づきになりましたでしょうか、前回テキスト編で、私が紹介した本の裏表紙にいたあの勉強のモチベーション高いリスがですね、なんと表紙に昇格しております。見てください。そしてセリフもいただいております。模擬試験1回分収録、おすすめです。中身の中身、あ、中身、そうか、そうか、こちらですね、問題が上にあって下に解説があるというパターンでございます。あ、でもやっぱりその図解とかが割と多めなのかな、はい、うん、安心しますね、はい、本当に多いですね、多いですね、うん、今までの過去問ではない、こちらが過去4年分の、全問題完全収録しておりますので、他は3年だけど、こちらの場合は4年分、1年分お得でございますからね、はい、あと模擬問題もついてるんですよね。リスが言ってます、1回分収録されてますので、こちらかなり濃密な内容の、本となっております。分厚さもありますね、分厚さもあります、はい、でこちらがお値段
2,800円ということになっておりますので、3,000円切っております。ぜひお買い求めください。はい、では、こちら過去問の参考書5冊紹介しましたけども、はい、我々の推し過去問参考書こちらに決めたいと思います。では、まず社長からお願いします。はい、僕はこれが一番いいかなと。はい、障害者さんの介護福祉士完全合格過去問＆模擬問題集。理由やっぱり問題数が660問と、うん、バリバリ解けるとありますけども、うん、問題数多いんだろうなと、うんうん、はい、いうところと、うん、最初やっぱり勉強しようと思うとテーマごとに勉強していった方がいいと思うので、はい、うんうん、まあ、そのテーマごとに重要な問題をピックアップしてくれているというところで勉強しやすいのかなというので、こちらのテキストが一番やりやすいんじゃないかなというところですね。社長おすすめでございます。はい、はい、では続いて、はい、大和田さんのおすすめ、はい、参考書はどちらでしょうか。私のおすすめはこちらの、はい、ユーキャンの介護福祉士患者かの問題集です、はい、私はやっぱり実際の試験で使われている問題がそのまま載ってるっていうところがとてもいいなと思いました、うん、やっぱりこういう出され方をするんだっていうのも分かりますし、うんうんうん、それだと結構こう本気で取り組んでいけるんじゃないかなと思います、うん、実際の試験の時にも動揺しないですもんね。そうです。こういう感じだっていうのがね、分かると。はい。猫ちゃんがスカーフ猫が毎回ポイントを整理してくれてますので、はい。こちらありがたいですね。うん、で勉強して解説してもらって、うんうんうん、結構サクサクと勉強続けられるんじゃないかなと思います。うん、なるほど。というのが、大和田さんのおすすめでございます。はい、では、最後に、僕がおすすめするのはですね、リスのやつです。はい、やっぱり。うん、やっぱりって思いました。理由は愛着が湧いているからと思います。はい、見せて。まあ、過去4年ですからね、うん、そうですよね、はい、過去4年ありますから、うん、そして模擬も1回分収録しておりますので、はい、ぜひ手に取ってみてください、はい、さあではですね、前回同様、はい、こちらの、参考書の Amazon レビューを見てみたいと思います、うん、はい、中央法規さんの過去問解説2020というやつですね、はい、うん、でこちらも Amazon ポイントが 3.25 はい、はい、3.25、はい、うん、どうなんですかこれは、まあですかね、ちょっと厳しい厳しめな評価になってますよね、はい、いるかなというところです、はい、でお次が、はい、タックさんの過去問題集、はい、こちら、残念ながら Amazon レビュー評価ポイントなしと、なし、はい、あ、そうですかいう感じになってますね、うん、自分で、はい、その評価するしかないです ね、 ですね、これ自分で買ってみて、はいはいはい、どんなもんかっていうのね、うん、ぜひ持ってらっしゃる方はぜひレビューいただいて、そうですね、はい、うん、皆さんの参考に、この動画のコメント欄でも別にいいですよ ね、 すね、はい、私持ってますっていうの、ね、コメントいただければと思います、はいはい、そして障害者さんの過去問＆模擬問題集、うん、こちらが 4.25 点です。おいいじゃないですか、いいですね、いい数値ですよ、はい、4.25 一番いい感じで、ね、うん、はい、評価高いですね、評価高いというとこですね、うん、はい、そしてこちら、こちら、うん、ゆうきゃんさんの過去3年問題集、はい、こちらが 4.00 と 4.00、はい、平均点が取れているといい本だという評価を受けている感じですね、うん、はい、リスのやつは、はい、リスのやつは、うん、こちらも評価がない、うん、また結構めちゃくちゃいい、都会でね、分かりやすい、ね、分かりやすいですから、はい、ぜひコメントください、これ持ってる方、はい、そうですね、うん、ぜひぜひおすすめポイント教えてください、はい、はい、というわけで前回今回と参考書レビューさせていただきました、はい、ぜひ参考にして皆さん自分に合った参考書を買ってみてください。というわけで以上、介護福祉試験最高の参考書はでした。次回も介護のためになる話、略して買いためな話をご用意しておりますので、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。クロスしちゃった